はは、い、さんんこにち村長です。今日は久しぶりのアフィニティデザイナーの解説動画を撮っていますというのも2023年5月20日前後ぐらいにですねアフィニティデザイナーのバージョンが2.1というバージョンになりました2.1というアップデートですけれども案外多くの便利機能が追加されましたフォトの方や、 パブリッシャーの方もかなりいいんですけれども僕の方はこのアフィンティデライナーを使うことが一番多いので今日はこの解説をしていきたいと思いますまずは新機能で覚えたい機能それをいくつかご紹介したいと思いますまずはずっと僕も思ってた機能に点線の機能と矢印の機能この2つが 劇的に良くなったそれをお見せしたいと思いますまずは四角のツールでこのように四角を描きます今中が青いですので透明にしましてそしてこの右の方ここで線の太さを太くしますこのぐらいでいいでしょう線の太さはここだけではなくってこの上の部分ですねここでやっても同じです はい、このように太さを変えれますそうしましてこれの点線これを作りたい時ですねここでこういうのを選びますと今までと違ってですねここが6個になりました点でででのまは4つだったんですね。そしてここ例えば隙間を多くしたい時はここですねここを3としますこのように点線になりましたな と言いましたらこういうことができるようになりましたここで1としますそしてここを3としますここで空白また1としますいやもう少し上げた方がいいでしょうかね3としましょうこのようにですね長さの違う一点左線とでも言うんでしょうかねこういうものが作れたんですけれどももう一つ1タブで3このようにしますと 間に点が2つこのようになりましたちょっと大きくしてみていただきますねはいこういうことです分かりやすいように長いところをもう少し大きくしましょう5はいこれでとってもよく分かりますねこのようにできるようになったわけですそしてですねこの角を見てください今まではこの角っこがこんなきれいにですね四隅が揃わなかったんですここ。 見てください。ここを調整済みという風に押してあるからこうなるんであって、これがないと右上はコーナーができていますが、左がこういう状態なんですね。なかなか点線がかっこよく描けないなと思ってらっしゃった方もおられると思うんですが、これはここを押すとこういう風になります。これが便利になった一つ目の機能です。点線機能ですね。 次のお話に行きます。一旦図形は消します。今度は線を描きます。このペンツールに持ち替えて、こっからここというような線を描きます。今点線になっていますが、一応実線に戻します。ここで矢印をつけたかった時、ここで矢印を選びます。始点と終点。このように選びますと矢印がつきまして、 矢印のサイズは、ここでリンクにしておくとですね、ここを大きくする。数字入力もできますし、スライダー入力もできます。このように矢印になりました。でも、この矢印、不便な場合があるんですね。どういう時かというと、もう一個絵を描きたいと思います。例えば、こういうことですね。矢印いらないのについてしまう。 この時戻すのがですね、こうやってなしというのを選ばないといけなかったわけです。でも矢印はやめというのがですね、ボタンがつきました。はい。こうするとですね、矢印のない線が書けるようになるわけです。ちょっとしたことですけど、とっても便利な機能です。じゃあ次のお話に行きたいと思います。一旦クリアにします。今 この書類というのはハイビジョンの画面と同じように1980の1080横長タイプになっていますがアートボードのツールを使うとここですねこれを選んで小さくすることもできます自由にできますこんな感じにしましょうそして慣れてない方は使い方がよくわからんなという方もおられると思うんですが アートボードは通常のワープロとかでいうページのような使い方ができますここでこのようにサイズをしておきましてアートボードを挿入とするとこうやって同じ大きさのものが複数作ることができますここで僕のスタジオのロゴというかまあロゴとまでいかないですが文字を打ってみましょうアーティスティックのテキストツールを選びましてはいこのように打ちましたが ちょっと見にくいんですけれども黒板の文字のような色にしたいから白っぽい文字にしておきますそうしましてこれを複製します水色ぐらいにしましょうデザインも変えましょうセンター寄せにしますこのようにしましてわかりやすいようにこの真ん中これはオレンジ色にしておきましょうはい今度ももう一つコピーします次は ピンク色みたいな色にしましょうこれの左寄せこのようにしておきます3つのこのようなタイプを打ちましたそうしましてこれを保存します名前をつけて保存でこれを1111 11とダウンロードホルダーに保存します今度は新しい書類を開きます次はこういうことをしますここに、 黒板の絵が出ていますけれどもここの中で使えそうないいものはないかなって感じでこれを引っ張ってきますちょっと大きいですので収まるようなサイズにしますこんな感じにできましたアフィニティデザイナーこれはですねベクトル図形を描くのに便利でしてですねフォトというのは写真のようなピクセル図形 これを書くのが便利なわけです。でも、アフィニティデザイナーの方は、その両方の機能を兼ね備えています。ですから、こんなことができます。この左の上から、ピクセルペルソナ。これを選びます。これで、ちょうどフォトのようなモードになったわけです。何をしたいかというと、これをですね、新規ライブフィルターレイヤー。これで、パースペクティブ。 これを選びます。これはどういう機能かというとパースというぐらいですからちょっと立体的に見せることができますまあこちらはこれでいいとしてこちらはちょっと幅を狭めますそしてこちらは広げます。いわゆる奥行きのあるようにできたわけですこちらもうちょっと上げておきましょうこんな感じに少し立体的に見えるような角度に配置しました 先ほど保存したファイルありますよね。ここにファイルエクスプローラーを持ってきました。この1111 11というやつですね。これをドラッグドロップします。はい。このようになりましたね。まず1個目のことは、今やった要領でですね、レイヤーから新規ライブフィルターレイヤー、これを選びまして、同じようにパースペクティブ、これを選ぶんですね。 そうするとこれに合わせたような角度にさえすれば同じような立体的になるわけですはいどうでしょうかちょっとわかりやすいようにちょっと極端にしておきますねまあ本当はダメなんですよ。完全に平行にする方がいいんですがちょっと大きめにしておきます。 このようにしまして 3D 風にできるというのがいいところなんですが先ほど3つのアートボードを作りましたよねそれをですね選ぶことができるんです例えばこうやりまして選択をしますこれ選択できましたよね上にアートボードというのがあるんですここでですねアートボードを選択できるんですはい はい、こういうふうにです、ね、3つのロゴを簡単に切り替えれるのでですね、アートボードでいくつかのロゴパターンを作っておけばいつでもこのように入れ替えができるこういう機能も上手に使っていただいたらアフィニティでの作業がとっても早くなる。 これはフォトユーダーさんの方もこれを試してみてください続きまして今度はまたデザイナーペルソナ普通のモードに戻りますそしてこの絵は一旦消しておきますちょっと花の絵を選択しましょうピクサベイの方は日本語の検索が通りますので「花」と打ちます そしたらこんな花が出てきましたが今ベクターというのにチェックを入れていますベクターにチェックを入れなかったら写真の花がたくさん出てくるんですがベクターを選んでいますそしてこのチューリップこれを持ってきましょうチューリップの花がこのようになりましたねベクターというぐらいですからこの一つ一つはレイヤーのようになってるんですが 新機能にもアフィニティのコマーシャルとかを見てですね便利にペイントができるベクターペイントという機能があるというふうになってるのにそのアイコンがどこにもないんです僕も迷いましたどういうこっちゃというふうにですねでも表示のところからツールをカスタマイズというのをしないとですね 出ない方もおられるんです。新規にインストールとかをすれば出るんだと思うんですけれども僕は前からずっと使っておりますのでですねそのツールアイコンがここにあるんですこれを引っ張ってきてですねまあどこでもいいんですけれども一応ペイントですからこの辺にしておきましょうはい、このようにベクター塗りつぶしツールこれを入れないとですね機能しない とということが分かりました皆さんも注意して見てみてください。はいこれをしますとですねこのように選択をしておきましたらこの「ベクター塗りつぶしツール」を選択しますとですねこれがすごい全てのベクトル図形でできたこの絵ですねもうちょっと大きくしましょう色塗りが部品ごとにできるんです。 まあ、もう少し色の違う緑を塗ってみましょう僕はツウォッチをですねこのように引っ張ってきて絵の近くにあるとこれやるのに作業がとっても便利ですここでツールを選択しまして塗るんですこの埋め込んだ図形これはですねダブルクリックをするとこんな形で埋め込みというふうになって別部品のように編集ができるんです 先ほどのスウォッチこれをもう一度出しておきますツールはベクター塗りつぶしツールこれを選択しますするとですねこのように一個一個が部品になりましてそしてこの緑のカラーを持ちますそうしてここでピュッピュッピュッというふうにもできます花をもうちょっと紫色に変えていきます こんな風に簡単に色が塗れるようになるわけです。そしてこちらを見たらですね、この埋め込み図形がこのようにできてるわけです。とっても便利にベクターが塗りつぶせれるようになりました。これの応用としましては、このようにライブラリーから引っ張ってくるんでなくって、自分で書いた図形も同じようにできます。例えばこうやって をを描きままますすここれをこのようににコピーしし下に引っ張りましたそしてアフィニティのメーカーさんもこのような絵を描いてたんですけれどもこういうような3つの絵を描きましたちょっと分かりやすいように線をつけておきますここで線の色は黒でいいでしょう線を太めにしておきますそして中の色は塗らないで こんな絵が描けていることがわかります。色の塗るのがとっても便利に塗れるわけです。缶のようにですね。蓋が開いたようなこういう絵にしておけばですね、これを全部選択します。これで先ほどもやりました、 ベクター塗りつぶしツールを選択すると自動計算してどんな部品でどうできてるかをちゃんと分析しているようですそうしましてここで上の蓋の部分ここを塗りますそして今度はこの部分に色を塗っていきますが青い色にしましょうこのようになりましたそして、中は、 暗めの色にするために、黒い色を選んでおきましょう。そしてここを、このように塗るとですね、缶のようなボックスができたわけです。とっても便利ですよね。この状態で線をなくするとどうなるか、矢印のツールに持ち替えて、もう一度選択をします。そうしまして、 今線がなしになっているんですがもう一度線なしということでこの赤スラッシュこれを押してあげると線を消すことができますとってもですね自然な形に作ることができるこうやってですね今までとは違って重なり度合いとかそういうものをとっても簡単に分析してくれて そしてポン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 と押していくだけで色塗りができるようになっています。今日はまだ僕もファーストインプレッションというようなイメージでですねもっともっと便利なことがたくさんあるようですが今日は一気に詰め込みすぎても覚えるのが大変ですので今日言った3つ4つのことを一度試していただきましてそしてまた次の機会をお待ちください。 チャンネル登録などよろしくお願いします。前回の動画はとってもたくさんの人に見ていただきまして、もう2万アクセス以上あるんでしょうかね。本当に感謝しております。では今日のところはこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。